節約大全の小町です。節約大全の小野明です。元節約大全の小町です。いや、元節約大全ともう終わったんで。終わったの？もう出てんのか。そう、出てるの。だからいいのか。そうですね、いいの。あのシーズン1だからちょっと変えてもらって。そうですか。もうシーズン2になってるからね。今日は、馬券力向上計画第3回目 ?2 回目 ?2 回目か3回目か、はい、馬券力向上計画ということで、馬が好きなんだから馬券で勝てば一番金が増えるということで、まあまあ確かにそう、はい、控除率 75% の壁に立ち向かっていこうじゃないかと、はい、はい、先週まで僕は 116% ぐらいの回収率でしたが、アキラさんはどれぐらいでしたっけ先週までですよ。先週までは210何%。ちょっとなんか表示されてたのがちょっと違ったみたいですけど、はい、田中さんは、37% っていうのはよく覚えてます、はい、そこからね、100% の壁を越えて儲けてやろうという、まあ、そういう企画でございますけど、はい、先週は、まあ、ライブで毎週さ馬券の検討してレースを買うみたいなことをやっているので、その切り抜きをちょっと見てもらいましょうかね。はい、はい、かやさん、ブーフーどうぞ。 VTR スタート。 AJC 杯ですね。アメリカジョッキークラブカップ中山の 2200m、 また中途半端な距離なので中途半端な馬が勝つというそういう重傷ですけど、あ、アキラさん、これはあれある？なんか、あ、展望ですか？展望ある？あ、あります、あります。ある？あります。え、あ、え、これ違う。いやいや、これ格付けだから。格付けじゃない。格付けじゃない。今日違うんですか？そうです。まず関係ないと思うんですけど、キャッスルトップが出てくるのはちょっと、キャッスルトップって何？興味があります。ジャパンダートガールに勝ったの。そうなんだ。まあ、これが逃げれるのかどうかすらわかんないです。あのジャパンダートダービー、うん、結構強気に逃げて、なるほどね、そのまま押し切った13番人気、はい、メンバー的にどうだったのかなっていうのがあるんで、あ、でもちょっと出てくるだけで楽しいです。でも大速レースですよね、これ。多分もう普通に勝つんじゃないですか。アキラさんの大速レース説、はい、アキラさんの好きな、そう、55キロですよね。そう、狙い馬はどうですか。まあ大速レースに、ね、そうだね、人気なんだよね。そうですね、ダンビュライとか、うん、あとラストドラフトが3着候補みたいな感じで買いたいですね、うんうん、2、3着候補。ラストドラフトも形勢早かったみたいな。そうですね、だからいいですよ、これは。いや、ラストドラフトなんか俺もっと狙ってもいいんじゃないかなと思って、生まれんで勝っても、いや違うわ、俺3連覆やった。もうスタイルが早くも。まあでも結局オーソクレースとそのポタジェすごい安定してんだよね。そうですね、はい、なんか前走なんか G1、 まあだからそうですね、 G1 で6着、うん、あ、天皇賞で6着、それまでなんか競馬陣じゃない、掲示板掲示板外したことなかったですね。ポタジェ、まあ金子さんだね今週も。まあでもやっぱ朝間のいたずらも出てますからね。今綺麗に来なかった。もう今回は、あ、ただあれセントライト記念だっけ、朝間のいたずら勝ったの、はい、セントライト記念を、勝ってるんですけど、だからその、まあ、同じコースでっていうことで、有馬記念はまあ16着だったけど、また今回もね4番人気で、まあ、ある程度人気になったけど、安定不安じゃないですか、島田くんですね、はい、完全にあれどっかのレースで下手こいたよね、島田くんは。あ、下ろされたよね。そうか、だから下ろされたんだ。下手こいて下ろされて、多分田辺が勝ったんだよね。今回だから田辺じゃないですね。そう、田辺はスマイル、うん、で朝間のいたずらは、島田君に戻って、うん、不安しかないよね。でしかも大速レースが55キロだけど、朝間のいたずらは56キロなんだよね。負けるわけがないんですね、普通はですか。っていうことだよね。大速レースはセントライトで、だからそうだね、負けてるんですよ。セントライトで朝間のいたずらに負けてるんだね、うん、そうそうそう。でその時は9ヶ月の休み明けだったんだけど、今回は金量もそう逆転してるし、そうっていうことで、大速レースだな。だから行っちゃう固定でいいんじゃないかな。こういう時はね、そう、おお、なるほど、うん、そういう時に単連単買って、3連単買うんだ。そうそうそう、そういうことですね、うん、はい、結局リピーターレース、うん、そう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 、クレッシェンドラブに出資してます。もう8歳でこれまでずっと乗ってくれた内枠さん、乗り換わりは痛い。あー、なるほどね。でももう行っちゃった何。こういう時はしょうがないよね、それ。言えよ、島田のいたずらはないと思います。いやでもあのね、今回は本気で、まあまあそうだね、全力で、前回あの下手こいたからっていう、あれは俺が見てもなんかみんな思うと思うけど、俺が乗った方がうめえぞっていうぐらいの非常だったからね。野球の野球のあれと一緒。そう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 、
本当だよ、まあ、俺には打たせろよみたいな。そうだ、ナンコータちゃんはマイネルファン。おお、大外なんだっけ、俺の出身はマイネルトルファン、トルファンの兄です。まあ、マイネルファンのね、中山走りますから。そうだね、うん、去年はなんか新潟で走んなかったっけ、急に。ああ、そうだったんですね、うん、どっかでいきなり激走したね、マイネルファンロ。マイネルファンロってなんか凱旋門目指してますんですよ。え、いつ？あ、最初？マイネルファンロ違ったか。わかんない、わかんない。新潟記念。新潟記念。そう。凱旋門目指したの？凱旋門目指したのは違うマイネルか。違うマイネル。まあ、マイネルはいっぱい目指すからね。まあ、大体毎年何とか目指してる。うん。見ていただきましたけどね。はい。なんなの俺たちのさ、全く的外れもいいところの。この切り抜くのが恥ずかしかったよ、俺は。すごいっすね、先々週とのなんかギャップがすごいっすね。そうだから最後の南光太ちゃんのやつだけにしようかと思ったぐらい。あ、まあ確かにそれだけでもいいかもしれないですね、うん、はい、よかったんだけど、うん、まあまあ一応ね、毎週やってますのでね、あのぜひ見に来てください、金曜日に。はい、よろしくお願いしま す, します。で、どうしたんですか、明さん、大速レースは。いや、僕が聞きたいですよ。なんと、なんなんすか。いや、後で出しますけど、僕一着固定とかで買ってますから。おかしいな。で、あの、ナンコータちゃん、マイネルファンロンって、ね、あの、ボソッと言ってくれてたじゃないですか。はい。で、あれを、なんか、あの、どうもね、買ってなかったみたいなんですね。おー。うん。買ってなかったんだけど、すごく悔しかったっていうところを、なんか、あの、言ってたので、はい。わざわざ DM まで送ってくれてね。おー。本当はこうやって買うはずだったんですっていうのを DM 送ってくれたんで、それがね、こちらですよ。あ、これか。はい。当たってますね。完全に当たってるよね。完全に当たってます、ね。完全に当たってるね、これは。あ、かわいそう。ね、かわいそう。かわいそう。3着4着入れ替わっても大丈夫だったんですね。そういうことだよね、うん、え、4着が島田のいたずらでした。あ、島田か。そうだったね。島田というか浅間というかね。浅間、はい、島田じゃなかった。田辺だったら3着ですよ。なるほど。そんなこと言っちゃダメです。はい、ということで、はい、HQ143 連服が87,240円。8万円ね。はい、ということで、これ100万買ってもね、100円でもね、100万買ったら大変だ。大変だ。100円でも2100円が8万7000円になってたというね。うん、すごい。まあ一応ね、これはちゃんと動画に残しとくから、はい、これで南光太供養祭りということで。でもね、ライブではうちらはちょっと的外れでしたけど、こうやって南光太さんが、そうそうそう、ヒントをいろいろ言ってくれる。みんないろいろそういうどんどんコメント出してくれるので、はい、これは参考になると思うんでね、はい、あの次は ちゃんとまともなことを言ってやろうって思ってますよ。恥ずかしいから。いや、僕が一番恥ずかしい。いや、勝ちますよとか言ってね。まあ負け惜しみじゃないんだけど、一応その振り返りというか、はい、反省のツイートとかもしてて、こちらシーズン2になったので、うん、公式アカウントで馬系のツイートあんまりしてなかったんだけど、はい、ガンガン解禁しました。で、勝ったのはキングオブコージなんですけど、はいはい、そのキングオブコージ骨折して出てきて叩き3戦目だった。はい、うん、まあ、ロードカナラワで母父がそのガリレオサドラーズレルズの系統でね、ステイヤー血統になるんだけど、はい、昔ながらのステイヤー血統の馬って叩きながらやっぱ、うん、レースを使ってだんだん着順上げてってっていうさ、叩いて叩いてみたいな、ブライアンズタイムみたいなさ、はい、うん、成田ブライアンみたいな、ダブルアイもそう叩いて叩いて、うん、ね、スターマンに負けたじゃん、だって京都新聞入ってね。今じゃ考えられない、菊花賞の前に2つ使ってますもん。そうそう、あれ2つ ?1 つか、ナルタブライアンは1つかな。あ、スターマンが2つ使って、スターマンは2つ使って、マチカネ福来たら2つ使ってもね。そうですね、今日だって神戸新聞杯、京都新聞杯、菊花賞みたいな、そういうローテーション、そういうローテーションがあったんですよね、昔。考えられないですよね。まあキングオブコージも9着5着で今回1着みたいな感じで、うん、はい、なんか4連勝かなんかで巡る記念勝ったんだよね、昔ね。そうですね、昔というか、去年か。で、休養してたんだけど骨折して、はい、まあ休み明けで9着5着だから、もうこれはちょっと骨折明けで出てきたあれだし、もうねっていうので、もう見てもなかった俺、まあ、最初に切るみたいな。ダメなんですよこれが。まあイクイノックス事件とかもそうだけどさ、そのノーザンファームの、ね、馬とかで特にそうじゃん、なんか狙ってレースにさ、バッて休み明けで出てきて、うん、でバシッと勝って帰っていくみたいな、そういうパターンが多いから、もうなんか間違えてた見方を見誤りました。昔ながらのパターンも生きてるってことですね。そうそうそう、だからまあまあこういうね、馬とかは普通にノーザンの馬じゃないし、うん、そうですね、ノーザン調教のノーザン仕上げの馬じゃないしね。で、この馬はそもそもその白老ファームさん、まあ、社内グループの白老ファームさんのロードカナラワ3区だし、セレクトセールで落とした馬だよね、この馬って。はい、3,341万。まあ社内の馬だしっていうことで、あ、もうちょっと終わったのかなって思っちゃいました、うん、すいませんでした。しかもロードカナラワ3区だから、ロードカナラワといえばさ、うん、ね、ステイヤじゃないでしょ、全然。
まあそうですね。そうでしょ、ね、そう、だからそういうところです。そういうところやぞ。そういうところやぞ、観覧車。これで、さらにですね、はい、オーソクロース。オーソクレースの話もしていて、はい、オーソクレースってさ、重賞未勝利なんだね。なんか、ホープフルとか勝ったかと思ったけど、なんか2着で、セントライトも3着だし、はい、でね、そう。で、さらに6戦しかしてないね、うん、まだ。そうなんだ。このまま絞んじゃったら本当かわいそうだよね。あんなに強い、すごい強い印象なのに、うん、重賞未勝利のまま、ね、絞んでしまっては、なんか非常にかわいそうですし、お母さんマリオ。マリオじゃねえよ、マリアだよ。マリアライトだしね。普通はね、この後どんどん強くなっていくはずなんですけど、本当今後はね、うん、目指せ JRA 馬主ということで、はい、シーズン2そういう理念で運営していきますので、馬関連ツイートも解禁してますので強化します、はい、はい、ぜひツイッターのフォローもね、節約大全公式チャンネルっていうまだ名前だけど変えます、はい、はい、動画が出たら変えますので、はい、そのそうですね、あれの、はい、フォローよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ということで本当はここで終わってもいいぐらいなんだけど、一応ね、一応見ておきますか。はい、金橋さんから見ていきますね、はい、金橋さん、俺は金橋さん、追加しといてよって、うん、その動画撮る前にさ、いつも言ってんのにさ、まあ金橋さん、ほんとそういうとこあるよね、なんか宿題は忘れる。そうなんだよ、書いてあげるから。あ、何買ったの、はい、あと、うん、今回は、うん、何買ったの、剣です。剣、高速レースを一着固定だっていう話をしたじゃないですか、はいはい、まあそれに沿って買うのかなって思ったんですよ、うん、なんだけどルメール重賞勝ってないって話があったんですよ。そうそう、じゃあ入れちゃダメだと迷ってたんだけど忘れた。あのさ、うん、俺のすげえサブ芝居、うん、突っ込めよ。その最初にね、勝ってないだろうなっていうのを見越して宿題忘れてくんなよとかやってんのにさ、わざとらしいねってその言い方みたいな、やらないよね、それ。やらないね。ねえ。まあ、でも、正解は正解そうだよね。ルメールが勝ってないからっていうのね。そう、勝ってないっていうのね、はい。勝ってないから。勝ってないから。オッケーオッケー。あ、じゃあ次。俺行くわ。はい。こちらです。あ、2つ。2つですね。はい。今週は、小倉9レース、はい、日曜日に。サンサルトスが出てたので、出芝応援系で、はい、はい。勝率がまたさらに、回収率がどんどん下がっていくっていうね。ほんとやめるからな、これ。やめるって言って、まだやめてないけど、ほんとにやめる。頑張ってはいましたけどね。しかもさ、なんか小倉がさ、いい条件じゃん、うん、合うのよ、小倉の2600が、ね、うん、ちょっと迷ったよ、なんか天球初戦みたいなのって消しとか言うからさ、あ、やっぱやめときゃよかった、やっぱうまくいかなかったんだね、うまくいかなかった、馬だけに。後から見たらさ、海の中道特別、はい、去年も4着だったらサンサルトス、あ、そうだ、やめとけよ、じゃあもうまた4着だよ、今年も4着っていう馬券があればね、本当ですよ、当たったんですけど、本当ですよ、はい、始まるよ、はい。で、AJC、はい、はい、東海ステークスは結局買わなかったんだけど、うん、はい、買わなくてよかったよ。あ、どっちにしろ揃えればまあ3連複一等流しね、あんなにアキラがあんなに自信満々だったし、あ、これはオーソクレースでまあ間違いないな、うん、っていうことで、11流し、まあ11じゃなかったとしても全然なんだけどね、マイネルファンロンって買ってねえし、そうかそうですね、14名いないです、そうなんですけどね、はい、盛大に外しましたね、これはもう全然ダメだなと。なんかすごい前崩れだったよね、ケツから板間の、ね、もう、まあうね、もう、うん、ガラッと変わってね、最後尾にいた馬で決まったでしょ、そうですね、うん、後ろにいた3頭はもうみんな前に来ちゃう、前崩れだ、これはな、今回負けた馬はまた次狙うっていう方がいいのかもしれない、先行馬を買うっていうのが一番いいですよね、と、うん、いうことで、武田さん来ました、すげえ多いおー何これめっちゃ買うやん、いや、まあでもちょっと、はい、宴は終わったんですけど、先週、はいはいはい、先週の、はい、僕だからこれ本当は普段こんなに買わないですよ、ああそう、買わないんですけど、うん、当たったらっていう条件で僕これ買ってるんで、ああ、ね、あ、そうだ、当たってるんですよ、当たって資金が増えていくから、うん、あ、そうそう、じゃ最初調子いいもんね、そうです、この辺とかね、で一応ね高田純の応援とか、うん、あと中山芝1600特異説検証、うん、もう一回やってみたら当たったんで、うん、おー、諦めなかったのに、諦めなかったんです、諦めだけで、はい、当たったんで、まあ、こうやって結構たくさん買ってるんですけど、うん、僕大失敗が、うん、その中山の6レースで、そう、ね、当たったんで3000円買おうと思ったんですけど、うん、レッドミラージュって馬が、うん、まあ、そもそもレッドのトーサラの馬だと思ったら違ったんですけど、違うかい、うん、違ったんですけど違うかい、それが、はい、これがなんか転倒したっていうのを5分前にこう、ああ、だから、あ、除外になると思ってほとんど買ってたんです、そこから、うんうんうん、だから違う馬を買ったら除外されなかったって、除外されんのかいと、はい、だから倍付けして負けた、なるほどね、はい、
まあ、そこは失敗した、まあ、でも今回結構勝ってメリッカロンドンの応援ね、あと綾丸さんのまたいろいろ買ったりとかして楽しめたんですけどね。おおおお、結構当たってるじゃないですか。当たってる当たってる、はい、それを全て後半で吐き出すドンドンドンと、はい、だって特に僕らオーソクレスをもう勝つと思ってたんですごい勝ったんですけどね。まあこうなりますよね。すごい勝ったんだね、はい、調子に乗るとこうなります。あ、なるほど。僕の中では結構勝った方、38,900円を購入して、はい、33,230円戻ってきたというね、はい、5,000円負け。まあそれくらいするんだろうね。ね、いいよね、うん、そうです、もともとこのぐらいかなと思ってたんで、はい、結構俺が一番負けとるやないか13,000円負けました、僕は。そうでした、はい、順調に減ってるね、回収率が。本当ですよ、アキラさんの今現状の回収率が 196.85%。 素晴らしい、素晴らしいね。まあでもエリザベスがね、入ってるからこうなってますけどね。小町さんが、106.7%、うん、やばい、もうすぐ 100% 切ってしまう。金谷さん変わらずですね、 37% ということで、まあ、僕減らすのを回避したっていうことで。逃げんじゃねえよ永遠の 37% ちょっとさ、その時間帯俺広告触ってたのよ。知ってますよ時間見て、あー忘れた、終わったっていうね。まあ、しょうがないね、しょうがないね、はい。そんな感じでまた今週も頑張っていきましょう。はい、はい、昨日のライブで、まあ、シルクロードステークスぐらいはやってるかな。 あとネギシステークスだっけ。あ、そうですかね。そうだね。ちょっと一応来週から馬券力向上計画、はい、木曜日にお引越しさせてもらおうと思ってて、早く出さないとね、こういうのは。今週の予想とか展望を金曜日にやって、先週の振り返りを土曜日にやるっていう。確かにそうですね、はい、変なスケジュールで、ね、そうですそうです、はい、うん、っていう風にちょっとしていきたいなと思ってますので、はい、またお付き合いのほどよろしくお願いします。みんなで回収率上げて、75% の壁をね、突破しましょう、はいはい。今日の動画がちょっとでも面白かったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。金橋が最後のセリフの前3秒ぐらいになると何も喋んなくなるんだよね。相槌しか打たなくなる。